えっと今日は、えっと、奈良県に、えっと、来ていて、えー、今日はスクールで明日はリトリートっていうのをさせてもらいます。で、えっと、昨日からナナ奈良県に来てまして奈良県はね小学校中学校の修学旅行ぶりぐらいだからすっごい久しぶりで。 もうね、奈良県っていうこのなんていうのかな行ったという,う記憶も残ってないぐらいすごい昔の話なので、まあ、なんか鹿はいたなっていうのはなんか覚えてるんですけどでなんか本当にね初めて来たような気分で奈良県に来ました、うん、でもなんかすごくなんていうのかな京都みたいな場所なのかなと思ってたんだけど少なくともこう奈良駅に今いて奈良駅の近くエリアっていうのは、まあ、どちらかというとこう、うん、なんていうのかないい意味で 京都よの方が何かこうなんていうのかなハイテクタウンというか結構こう今風なおっきいビルもたくさんあって、えー、っていうカラーがある中で奈良県っていうのはどちらかというとこうに思いましたこうやって、まあ、初めての土地に来ると僕はいつもね体に優しい。 美味、あのー、しいご飯を探しながらお散歩をするんですよ。であとはねリーディングしながらねあのこの街がどういうエネルギーなのかなっていうのをこうリーディングしたりしながらお散歩するんですけど奈良県はなんかね可愛い,いカフェとか可愛い,い雑貨屋さんが昨日お散歩したんですけど結構発見できてすごく楽しかったです。はい。で、えー、っと今日はね うーんなんかこうね何を話そうとかっていうあれではないんだけどそういうのは決まってないんだけどでもなんかこうなんだろうなカメラを回してみたいなっていうなんかこう直感があったのでカメラを回してまして今日はねでもね人間関係の話とかかしててみようかなはい思いっ思ます結構僕がねスピリチュアルカウンセリングのセッションをやってた頃にやっぱり、ね、一番多い あの相談っていうのが人間関係だったと思います本当人間関係っていってもこう親子関係からパートナーシップから、えー、友人から親戚から上司とかねそういう本当いろんな関係性の話があったんですけれどもやっぱりね人間関係っていうのはすごくたくさん学びがあるなと思います僕の人生からあ人生の中で体験したことを振り返っても。 なんかすごくね学びがたくさん詰まったなんかこう成長の宝石箱みたいなそういうものだなって思うんですよね。でうんすごくね僕の中で大切だなと思うのはあのー、人間関係の中で人を変えようとしないことなんですよね。 人間関係っていうのは今も言った通り自分が成長していいく宝箱みたいななものなんですよだから人を変えるものではないんですね。人間関係の中での成長って人を変えていくことん誰かを納得させたり誰かをなんかこうなんか自分の考えを誰かにちょっとこう分からせたりするとかね。 なんか自分と同じ考えに相手も変えるとか自分の思ってることを納得させるとかそれが成長ではないと思うんですよ自分の成長っていうのは自分が変わることであって人を変えることではないんですねそういう自分が成長していくっていうことの角度から人間関係を見ていくとあのーとってもね 楽しい発見がたくさんあると思ってますなので例えばうーんじゃあ誰、うん、そうですねどうしようかなあ例えばねこういうことがあの昔よく話聞いたんだけどあの自分がこうスピリチュアルなことをに興味があってなんだけど私の旦那はそういうのに興味がなくていつも「あの君はおかしなことをやってるよ」って。 あの旦那さんんに言われててしまうんですってだから旦那にもそういうスピリチュアルなこととか分かってもらいたいなと思うんですけどどうしたらいいですかってあとは自分自身が目覚めていくって決めてるんだけどえ自分の大切な人は目覚めを決めてない生き方をしててうんこういう時どうしたらいいですかってそういうこととかねえ聞いたことがあるんだけどあのその人に対してできることって私はこう思ってます。 私はここう感じててますすって表現することぐらいであとはさっきも言ったけどその相手を分からせる相手を変えるって言った時点で自分の意識が外向きになり自分の方ではなく外に意識が向いてしまってうん自分自身がもう目覚めの位置から外れてってしまうんですね。なのでそういう時こそあ私が変わるんだっていう視点がすごく大事で。えー あ相手に分からせたいって思っていたこの外向きな自分を変えていくんだなって例えばうん相手といろいろ分かち合えないと寂しいと思った時にあ私がこの寂しいというあり方を私が変えていく時なんだって相手に分かってもらってあほら寂しさがなくなったっていうねことではなくてそれでは相手を変変えてているだけで自分が変わっていません大事なのはその時に出てきた寂しさやなんかこう 悶々とした自分のススタンスををあり方を自分が変えていくこと自分が変わっていくことそうすると自分が成長するじゃないですかで今度ね成長すると現実って自分で作ってるから成長したところからこうねその人間関係をもう一度また見ていくと今までとまた違った見え方になっていたたりりりします相相手手ととのの距離感がが変変わわわっっててみみ関方たりします。 だけど自分を変えずに相手やあとはもっと言えば環境なんかこう周りのことをこう変えることばっかりに意識を言って自分を変えることをしてないとどんなに環境を変えようが人間環境を変えようが相手への言い方を変えようが体験することとしては変わらないんですよねだからね逆に言うと自分を変えていくっていうことにねもう100%意識を向けるととっても楽なんです だって人を変えるっていうのは相手の自由もあってその中で要するになんていうのかな自分の意思と相手の意思がこう喧嘩しないといけないというか相手の意思を強引に曲げないといけないわけですよそういう生き方って多分疲れちゃうと思いますでも自分がそういう変わっていこうというまっすぐな意思さえ持っていればとっても楽に自分を変えることはできます 人をを変変ええるるより自分を変えることとの方がとても簡単だしシンプルなんですねだからどんな人間関係にあってもそれは上司がでもさすがにね上司が「こんな意地悪してくるんですそれは上司が悪いですよね」っていうことがあったとしてもその上司に意地悪をされるという現実を映している自分の在り方を変えていくチャンスなんですそれであっても。 これはさすがに、もうこれはさすがに相手のせいでしょう。もうこれは絶対私悪くないわよって思っても、それを映し出した自分のスタンスってものが必ずそこにあります。だからどんなに相手が悪いっていうふうに見えたとしても、ここで共鳴した自分のあり方というものを変えていくチャンスなんですよね。そうすると相手が例えばじゃあ意地悪っていう角度で自分と関わってくるっていうのがあったとしても、自分がその意地悪されるというあり方やスタンス っってていいいううううもものを変えていったににははうそういう交わり方にはなり方なませんだから常に人間関係っていうのは自分を変えていくための宝箱相手を変えることではなく自分が変わる宝箱っていうのを覚えておくっていうのがとても大切だなと思いますしうん多分あの目覚めていくっていうふうな話を普段僕もさせてもらってる中で自分の100の位置からずれていく時。 自分の本来のセンターポジション、意識のセンターポジションからずれていってしまうときっていうのは、まあ、結構多くの場合がその人間関係って関係してるような気もします。そういうケースも多いと思います。だから、まあ人間関係だけでは本当はないんだけど、すべてにおいて、あ、これ私が変わるチャンス。あ、これも私が変わるチャンスってやってみてください。例えば電車に、あの、どっか会社とか行くときに、バーンって肩がぶつかりました。 こうするるとよくあるドラマのシーンでチッみたいなあああいつめえみたいいいいいつつつつめみみたたたななななががぶかかっってきたくせにあいつが謝ってないじゃんみたいな <laughs> なんかドラマのシーンとかであるんじゃないかなと思うんだけどそういう時もドーンってなって「うっ」って思ってもあこれ私がこの「う」っていうこのあり方を私が変えるチャンスってあの人が悪いわけじゃないのそれはもう現実は中立だからお互いにとって必要なことがただ起こっただけなの相手も相手でその肩がぶつかるってことで何か だからおのなのがおの各の自分自身を変えていくことにこれを使えるんです喧嘩っていうのがあったり言い争いっていうのがあった時にその時もいいんですよ自己表現はしていいんですよ私はこう感じるよ私はこう思ってるよってそれは逆に言うととっても大事自分が自分に一致した生き方をするためにとっても大事目覚めのエレベーターの上にしっかりと立つためにはそういった自分の一致した表現それはすごく大事です でも表現と争うことはやっぱり違うので相手を変えることと表現は違うんですよね表現は私はこう思ってますよと表現するだけえ言い合うっていうのは私こう思ってるんだからあなたは変わりなさいよってことですこれだとまた相手を変えるスタンスになっちゃうじゃないですかだから表現は大事なんだけれどもどんな時もあこれ私が変わるチャンスあこれ私が変わるチャンスってどんな小さなことも できますうん、周りの目が気になるわあこれ私が変わるチャンスとかね、えー、もちろんこうね現実の中でも大切な行動は自分が一致した在り方をするために大事なんだけれどもどんなこともやっぱり自分が変わるチャンスだと思って使ってみてください。現実に飲まれていったりするんではなくて現実を優雅に使うんです現実っていうのは贅沢なことなの。贅沢っていうか うん、豊かななものなんですたくさんこの中から自分が成長するための、うん、角度をたくさん、ま、あの知ることができますなのでこの現実というあの豊かなフィールドを使って現実を変えるのではなく自分を変えるそれは本当に豊かな現実のとの関わり方だと思います現実を変変えようととしても自分が変わらないと また同じようなことの繰り返し、まあそれも悪くはないんですけどねそれもなんかこう一つの体験だと思うんだけどでもね同じページの本本の同じページのとこだけ読んでてもねあれだから多分次のページ読みたいじゃないですか本だって漫画だって映画だって次のシーン見たいじゃないですか第1話見たら第2話が今度見たいだとしたら僕たちが変わっていく必要があります自分が変わっていく必要があるんです。 そういうことに現実そして人間関係すべてのものが使っていけるのでもうね合言葉みたいにあこれ私が変わるチャンスってやってみてください変わる方法はねいろいろあると思います自分の知ってる方法まあ僕はよく、ね、手放していくっていうやってるけど、ね、表現してますけどそうやってね自分がこう変わっていくっていうことを大切にぜひ楽しんでみてくださいそうやってみる人間関係っていうのはまたね あの新しいいい面白い角度になると思いますこれまでだったらどう円満に過ごすかだけで意識が外に行っていたのが自分がどう変わるかっていうこっちを楽しむようになるのですごいね調和を感じたと思います、うん、例え表面的に、ね、自分の意見と相手の意見が違くても相手を変えようとしないスタンス を自分が取るだけで相手を変えようとしない相手の意見も受け入れた上で自分の表現をして相手を変えようとしない自分が変わっていくっていうことにこの関係性を使うっていうのは意見が全然違う人同士との間でも実はね深いところで調和が起こってるんですよ。ね全然意見が違った真逆だった。でも相手の意見を受け入れて 自分もねあの表現をしてで、えー、自分を変えることに集中していた時には絶対人は争いませんだからとっても調和なんですはいって感じかなはい今日もね話したいことを全部話したんでそろそろ終わりにしようかと思います今日はね最近ね荷物をこうねあのー、減らしたいな減らしたいなというかこう旅に来る時 ででききるだけ身軽できたいから今回はねパソコンも持ってきてないしカメラも持ってきてないしピンマイクも持ってきてないのこれは、ね、いつもと違うこういうねコードがついてるいつもと違うやつなんだけど今日はねスマートフォンで撮っているのでちょっと画面とかねいつもと違うかもしんないんですけれども、はい、いろんなところでこうやって好きな時に好きな場所でこうやってね好きなことをできる、えー、こうやってね YouTube で皆さんと関わる機会があるっていうのはやっぱりこう 文明が発達して嬉しいなって思いますね。はい。ということで、じゃあね、えー、これからスクールに行ってこようと思います。あのすごくね、今日もいい天気で、うん、ちょっと暑いけどいい天気で気持ちいいですよね。うん、それでは、えー、ありがとうございます。じゃあお互いに楽しい今日を過ごしましょう。バイバーイ。